阪神前川右京外野手が28日甲子園で行われた中日戦で同点での場面に代打で登場一時は勝ち越しとなる敵地打を放ちファンを天才だわと驚かせている1対1の6回無失一三塁で代打で登場中日岩崎翔投手が投じた148キロの高速フォークボールに反応膝を折り曲げながらすくい上げ 仲前に落とす敵地だとすしたその後、同点とされてしまったが、21歳の勝負強い打撃に甲子園は大歓声に包まれた。智弁学園高から2021年ドラフト4位で入団。1年目は2軍で経験を積み、昨年は33試合に出場し、打率点255、本塁打なしの7打点。交流戦で初昇格すると6月の月間打率は、 358と気を吐いた今季は開幕から一軍に名を連ねている